米国のジェームズ・マティス国防長官は28日、現在の立場として米韓軍事演習をこれ以上中断する計画はないと明かした。AFP、ロイター通信などによるとマティス長官はこの日、記者会見で、我々はシンガポール米朝首脳会談による善意の措置として最も大きな軍事演習のうちの一部を中断していたとし、このように述べた。 米韓政府はこれを前に、北朝鮮の非核化措置を手助けする次元で、今年8月に予定されていた定例合同軍事演習、オツシフリーダムガーディアンを延期する決定を下した。ただし、マティス長官は、訓練をすぐに再開するというわけではないとした上で、我々は現状がどのように進行されるのか見守る必要があり、 状況を見て決定すると明かした。